はいどうも、うしみです。今回珍しく一つの鹿児島弁に、多分絞る珍しい曲なんですけど、鹿児島弁って結構難しいようで、楽しい方言なんですけど、今回紹介する方言たちは、面白いというか、人によっては難しいなとなるかもしれない方言になるかもしれませんね。ですね、へなんですけど、へというのは一般的に、おならの方が出るんですけども、こっちは標準語でも使われていますね。使い方的には、大かへをひったねという感じなんですけど、ひったが、ひるという意味みたいなんですよね。ホールという漢字を書くんですけど、といっても、これは分かるやつなんですけど、残り2つが、県外の人が聞いたら、となるかもしれませんが、その一つが、はいという意味の方のへです。使い方的には、けさん桜自慢へがふっちょっどという感じで使われていまして、これはツイッターなどで、紹介していた桜島へアイスという、桜島の灰が口に入った時の、ザラザラ感を味わえるアイスでも使われているんですよね。で、二つ目というか最後になるんですけど、その最後のへが、ハエという意味の方なんですけど、ハエがなまって、へになったという感じっぽいんですけど、これですね、あんま会話では聞かないんですけど、桜島辺周りに、へが飛んじゃないよ、とですね、やると、非常にややこしい感じになりますね。へとへが合わさると、ちょっとわかりづらくなりますね、これは、本当に。3種類のへを面白いなと思っていたら、いつも使っている鹿児島弁辞典というサイトに、もという方言もあったんですけど、その意味を見たら、舞うという意味みたいで、これ本当に、牛も知らなかったんですけど、これさっきのへと合わせてやると、桜自慢へがもとなるんですね。いやー、非常に短くてよかですね。